にちは、たまごのお部屋です。今日は2024年5月と6月に発売されるアニアの新商品情報をお届けしたいと思います。このチャンネルではアニアのこんな新商品情報とかフィギュアのご紹介をたくさんしてるので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。ではまず最初に5月の新商品情報です。こちらは前回の動画でご紹介してますね。5月は AL シリーズの大きな動物が6体出ます。今回はね、みんな動物になってます。ラインナップはライオン、アフリカゾウ、ジャイアントパンダの親子、子パンダちゃんはふわふわの素材になってます。そしてイリエワニ、最後にゴリラとアミメキリンですね。こちらの6体が単品フィギュアで出てきます。で、5月もね、もちろん楽しみなんですが、なんといっても6月冒険大陸アニアキングダムシリーズの単品フィギュアが出てきます。待ってました。こちらも前の動画でちょっと触れてたんですけどね、今回アニアの新商品情報として取り上げられてたので見てみます。新しく出るのはこの6体ですね。6体中5体は大きいサイズになってます。ハヤブサのハヤテだけちっちゃいサイズみたいです。1体ずつ見ていきます。まずはライオンのライオス。こちらライオンのレオニーより大きいサイズのライオンになってます。パッケージの大きさで言うと、レオニーは 89mm なのに対してライオスは 138mm なんですよ。なんで箱だけ見ると5センチぐらい差がありますので、結構ね、大きさの違い感じると思うんですよね。迫力がすごそうですよね。で、カラーリングもかっこいいんですよね。全身真っ黒なボディに、ところどころポイントでブルーの模様が入ってます。このね、目の下のラインがまたかっこいいんですよね。氷河戦士たちみたいに歌舞伎っぽいイメージもありますよね。パッケージはこんな感じです。前の恐竜たちはこんな感じで火山の岩山の背景で、あとは氷河戦士たちはこんな雪山の背景のパッケージだったんですが、今回の背景は一面の海になんかこう島が浮かんでいて、火山が爆発しているっていう、そんな背景になってますね。そして可動箇所は今回7箇所が動くみたいです。頭と口と手、足、尻尾、前足、後ろ足が動くので、いつもより若干可動箇所が多いですね。要はライオス、あ、やっぱりちょっと和風のキャラクターなんですかね。キャラクターカードもついてきます。お、今回はブルーですね。いつも通り日本語と英語版がついてます。続いてティラノサウルスのアイアンブレイズ。やっぱりアイアンというだけあって、ボディがギラギラの銀色ですね。そして背中もギラギラ感のある赤になってます。で、お腹のところにあざがあって、で、反対側の目はダークフレームと同じようにつぶれています。あ、こっちに左目映ってますね。目は黄色の怪我をしてますね。ティラハ、俺様がナンバーワンだ。こちらも可動箇所書いてありますが、これはね、今まで出てきたティラノサウルスと同じ仕様になってますね。うわー、このカードもいいなめっちゃかっこいい。この兄弟はなんか戦略が弱いんだっけな。はい、続いてスピノサウルスのスピーキー。こちらコメントで教えてもらったんですが、前に出てたもう廃盤になってしまったスピノサウルスと同じ形みたいですね。なんかでも色かっこいいですよね。なんか足黒のボディブルーで、そこから黄色のグラデーションで水色、この色味すごい綺麗ですよね。実物早く見てみたいな。スピノサウルスのスピンはもっと手も大きくてね、4足歩行だったんですけど、今回は2足になってますね。なんかスピンと対峙した時の様子を見てみたいので、早くね、放映してくれないかな。それともなんかこうかぶり NG みたいな感じで共演はしないのだろうかすごい気になります。 あるある、スピーキーである。はい、こちらも可動箇所が 1,2,3,4,5 5箇所ありますね。で、こちらキャラクターカードもついてます。続いてフクイラプトルのベナージャ。これね、アップにするとかっこよさがわかるんですけど、カラーリングめっちゃかっこいいですよね。神様みたいな感じ、深いグリーンとゴールド、赤、この色好きだな。めっちゃかっこいい。なんか日本の恐竜出てくると嬉しいですよね。で、パッケージもこんな感じでいいな。で、可動箇所は顔と首と足と尻尾ですね。恐竜忍者ベナージャじゃんちょっとね、癖強いんですよね。恐竜忍者なんだ。忍者にしては派手ですけどね。ちなみに前の横
国でご紹介した時はこのライオスとアイアンブレイズとスピーキーの紹介はあったんですけど、このねそれ以外のキャラクターいなかったのでここでご紹介しちゃおうかな。まず今出た火山のガーディアンベナージャ、かっこ福井ベナドル、綺麗でカラフルな羽が前足から生えている、忍者のような動きが得意でバナに誘い込む賢さがあり、大きな岩を転がして相手をぺちゃんこにする。うわー賢い、お調子者だけど友達になるのも早い、なんかいいやつですね。得意技対岸転がし、口癖何々じゃね、忍法岩落としじゃね、恐竜忍者ベナージャじゃん。ベナージャは火山のガーディアンみたいですね。はい、こちらもキャラクターカードが2枚ついてます。もうねベナージャの背中の柄が気になるんだけど、ただの丸かな、実物届くのが楽しみです。はい、続いて下に行きまして、ホホジロザメのシャラックです。おー、これもね虎みたいでかっこいいですよね。でも若干虎じゃない感じ、虎なのかな。これまたねなんか派手なパッケージになってますね海藻もちゃんとね律儀に置いてあるでこちらは水に浮くタイプになってます。イエッシャークシャラックであります。また癖が強いですね。で可動箇所はお口と尻尾ですね。あ、すごいなんかビフォーアフターが書いてある。はい、でこちらキャラクターカード、おー攻撃がズバ抜けている。はい、そしてアニキンの公式ページの紹介、海のガーディアンシャラック、ホホジロザメ、普段は海の安全を守っているが、バトルロードではレースの挑戦者を遮る門番になる。責任感が強く任務を一生懸命にこなす。真面目すぎて騙されやすいところが弱点。真面目なんだ、意外なキャラクター。本当に兄貴に出てくる生き物たちってみんないいやつですよね本当にね、敵役でも極悪人がいないから安心してね見れますよね。責任感が強くて任務を一生懸命こなすんだ。で得意技が突進噛みつき、口癖何々であります。あ、口閉じたところもある。下顎全部ね黄色なんだ。はい、そして最後ハヤブサのハヤテ、こちらねハヤブサは結構アニアでも新しめな方なのかな。すごいかっこいいですよね、カラーリングすごいかっこいい、赤と白と黒と黄色、これはなんか強そう。あ、背中かっこいい、なんか燃える炎のような柄をしてます。なんか真っ赤一色かと思ったけど、そんなわけないか、アニアキングダム様が。うわ、このカットもかっこいい。熱血爆熱ハヤブシャクネーツ、まあ、とにかく熱いってことですよ。可動箇所はこう羽がね2段階で動くようになってます。うわーかっこいい、背中側向けて飾りたいな。顔もかっこいいんだよな。こちらがキャラクターカード、そしてこちらがアニアの公式ページの紹介、天空のガーディアンハヤテ、かっこはやぶさ、テンションが高くて熱いセリフを叫びながら飛び回る、ものすごいスピードで体当たりするときは姿が見えなくなる。あれはなんだ、見えない、うるさい、早すぎる、その正体はハヤテだ紹介が面白いな、見えない、うるさい、早すぎる得意技高速飛行、好きな言葉熱血爆熱ハヤブシャク熱このハヤブシャク熱ってどんな感じで言ってるんだろう、気になる。なんかもっとねクールなキャラクターだと思ってたけど結構騒がしそうですよね。あ、背中のカット、いや楽しみですね発売。今ご紹介した6体のフィギュアが6月の29日発売になってます。いやまだ1ヶ月以上あるな、いやー出るの楽しみ、アニメも早く見たいな。はい、では単品フィギュアは以上ですね。はい、そしてなんとビッグアニアも出ます。じゃじゃん、いやこの2体ずるいでしょ、かっこよすぎる。いや詳細見ちゃおうかな。はい、じゃじゃん、写真だけだと大きさがねよくわかんないんですけど、パッケージのサイズ自体は 290mm だからだいたい 30cm ぐらいですよね。でビッグアニアになるとレオニーと同じ大きさになります。このねビッグアニアの形自体はレオニーと色違いっていう風になるんじゃないかな。で遊び方、頭が動くを押すと頭が上下するみたいですね。で足と尻尾をこう手で動かせるようになってます。お、すごい並べたサイズ、全長約 23cm、 結構大きいですよね。元のフィギュアが大きいからまあまあビッグアニアになって大きくなったなって感じしますけど、これレオニーと比べてたらだいぶね違いが大きいと思いますね。こんなかっこいいパッケージに入ってるみたいです。お、パッケージのデザインもねかなり変わってますね。さっきのアニアのパッケージと同じデザインになってます。はい、続いてアイアンブレイズのビッグアニア、これもなんかすごいな色がすごいギラギラです。でこちらも遊び方、
背中のスイッチを押すと口が開くギミックになっていて、あとは両足と尻尾が動くみたいです。あ、しかも尻尾2段階で動きますね。でこちらも全長約27センチ、ライオスより大きいですね。はい、でパッケージはさっきと同じデザインですね。右目が前になってますね。はい、でビッグアニアも単品フィギュアと同じく6月29日発売になってます。今回は5月と6月に発売されるアニアの新商品情報をお届けしました。いや5月もすごい楽しみですし、6月もねまたアニキンシリーズだから熱いですよね。いやなんか楽しみがずっと待ってて嬉しいな、はい、気になった方はぜひアニアのサイトやお店でチェックしてみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、いいねしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。